これでいいんじゃないって思って、え今さ止まってた、今止まってた、今止まってた、あれ今止まってたか、あ止まってた、うん、オッケー、ありがとうみんな、お疲れ、今日も一日、ちょっと掃除機移る、お疲れ、今日はサッチーは7周年コンサート2日目でした、ありがとうでした、ありがとうございました。夜の2部ではね、カイココアさんの走行式もあって、すごく充実した。そう髪の毛はちょっと遊ん、え、そうあのさ AKB さんのさ衣装をさ着るって知った時さ、ちょっと派手めな感じの髪にしようと思って、今日はクマさんの髪にしてみました。どうですか、え初めてじゃないこんなの、どう、サチは気に入ってるちなみにどうですかね、かわいい、ありがとう、クマです、クマです、そうほどくのがもったいないけどほどかなきゃ、あそうクラゲではないんですよ、ここは閉まって、そう、あそう映画のね、そうカーリングの今年のね秋に公開のカーリングの神様の主題歌のスエティスメルというねファーストアルバムに収録されている新しい新曲なんですけど、そのセンターをさせていただいています曽我朝日です、パシャ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 、ありがとうございます、そうセンターをさせていただきました、で今日本日初披露させていただきました、おめでとうございます、おめでとう、ありがとうございます、このクマさんなら襲われて襲いませんわそうスエティスメル初めて披露させていただきました、おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとう、ありがとう、そうそう髪型いいやん、ありがとう、そうちょっと今日は初めてじゃないこんなクマで、セントすごい、おめでとう、ありがとう、さちゃんこんばんは、そうだよ今日は一応クマですクマですね、クマの髪の毛見つけやすかった、あ当たるか、あなんて読むか分かりませんそう予約してもいいですか、この曲はさなんかこうやっぱ映画にあった感じのすごく青春味のあるあるって負けじたんちゃった、青春味があってすごくこう D メロに行くあたり行くにつれてすごい感情が高まる曲ですね、自分らにも結構重なるし、部活やってた方とか、そうなんかね、なんかそういう感じの、そう青春って感じの曲ですね、泣けるよ、泣けますねそういい曲です。すすすよん。かわいすぎて、街に一人で本物くまさん、本物くまさんと違う意味で。あ、褒め言葉で OK。そう、汗臭いっていう意味でですね。今日は一段と目力が、あ、今日さ、すごいさ。アイメイクうまくいったんだよねっていう、そうルンルンなんですよ、ちょっとね近くで見てほしいんだけど、すごく
超タイプのこのアイメイクが。ほら右目わかりやすくない？左目はちょっともうちょっとマスカラ欲しいけど、右目わかりやすくない？めっちゃタイプだよね今日のアイメイクが。そうです。で今日は一部二部とありましたので、あ、かわいい、ありがとう。そうそう、こうなんか公演の日に限ってメイクがうまくいかないとか結構あるんだけど、今日はあのうまくいったからよかった。メイク上手にできてる、ルンルンなさきちゃんかわいい嬉しい、全部褒めてくれるやつやん。そうでお出迎えもね、そうそうそう2回出させていただいて、そうでみんなどう聞いてください、あの明日は広島じゃなかった、間違えない、瀬戸内じゃなかった、瀬戸内7周年ツアー山口公演がございます。イエーイ、みんなまだ元気は有り余ってるか？シャッチ有り余ってるで、今、まあ、寝たら多分、元気はい、見ますか、ちくしみです。大丈夫でした、ありがとう、待っててくれて。で、そう、山口公園ですので、そう、ぜひ待ってるよ。そう、確かに今日見つけやすかったかな。またみんな聞いて、昨日さあの結構深夜まで振り確認とか歌詞覚えしてて、結構夜になっちゃって、また私一人で語っちゃってた、充電切れて、切る充電のお知らせ、あ、であの結構遅くまで確認して、でその後にお風呂に入ってたりしてたんですね。でよしもう寝よう、お風呂も入ったし歯磨きもしたし、よしこれで寝れると思ってベッドに行けばいいのに、なぜか私は座椅子に横になっちゃって、もうなんバカじゃない私って、もう本当にショックで、起きたらもう6時だった、次起きたらでさ、もう結構早めに起きなきゃいけなかったからさ、ちょっとしか寝れなくてさ、そうバカじゃない本当に、もうね完璧だったの、パジャマも着てたし髪の毛も完璧に乾いてたし、そうあと目覚ましかけるだけみたいなところで完璧だったの、なのになぜかベッドに行かずに座椅子に横になったの、バーカって感じだよね。もうショックで、も朝からお母さんと電話してましたえ、でもう一個やばかった事件が、今日の朝ね、もうこんな平然な顔して配信始めちゃったけど、実はやばいことがあって、私目覚ましを2個ぐらいかけるんですよ、2、3個、仕事の日は 2、3個かけるんですけど、あの寝落ちしちゃったから、目覚ましかけずに寝落ちしちゃったから目覚ましかけずに寝ちゃって、でなんで間に合ったかっていうと、なぜか奇跡的にお母さんが電話してきたんですよ。そうだから間に合ったんです、間に合ったって起きれたんですよね。だからもう考えると怖いよね、ママと意思疎通してました。でも怖いよね、もう本当にもう大事でも本当にどうしても大事、本当にそう、お母さん本当に神様、あ、お誕生日ありがとうやばいでしょ、私今日広島出てないとこだったよっていうのはしたけど、そうびっくり、さすがお母さんだよ本当に。そうしかも今日はもう本当にもう不幸中の幸いってやつよ。そうママッチは、まあ、仕事の日は多分心配しかけてきてくれるんだけど、あのね、あ、何言おうとしたか忘れちゃった、あ、しかもあの通知、このさ音消えるのあるじゃん、横でカチカチって、で私消してて、確かテレレレレレレとかなんなくて、なんかブーブーブーしか鳴ってなくて、起きたら、だからそれも奇跡だよね、多分眠りが浅かったのかな。いつもだったらこのブーブーじゃ起きないんだけど、爆
爆音じゃないと本当にもうジャラーみたいな、もう本当にうわーって感じで起きる感じだから、いつもそう。でも昨日今日は奇跡的に起きれて、そうなんかいろいろあった朝でしたね。はい、で生卵かけご飯だけ食べて家を出ました。はい、という感じです。ちょっと長々と話しちゃったんだけど、そんな感じの、そう大変な朝だったんです実は。実はそうなんですよ、朝から楽しかったですね。お疲れ様です、本当にお疲れ様でした、本当に。そうそう、卵かけご飯は本当に早いからさ、よく食べる。大体私は朝は納豆ご飯って決めてるんですけど、さすがに納豆を準備する時間はなかった。そうそうそう、卵かけご飯さ本気出したらなんか本当に2分くらい食べそうじゃない？なんか本気出したら、え、でも本当に早い人とかさ1分くらいで食べれそうじゃない？いや1分もかからんか、40秒とか。なんか昔さおにぎり30秒チャレンジ流行ったやん、知ってる？そう、卵かけご飯にしらすをかけます。しらすは本当そう飲める、まあ、噛んでくださいね、お米なんで。TKG は飲み物、あ、飲み、あ、みんな飲み物なの？え、そうなの？じゃあ飲み物、あ、そんなに飲み物なんだ、じゃあ飲み物でお願いします。サチはでもよく噛んで食べました、よく噛んで食べますよ。しらす美味しいよね、しらす入れたらなんかいい感じで。あとさ、なんか食欲がすごくてさ、今帰ってきてさ、オムライスのお弁当1個と、え、てか今日差し入れ豆大福だったんですよ、お差し入れが。あ、やば、うれしすぎても目がお、そう、あのね、もう美味しすぎる。私はコンビニかスーパーぐらい、あんまり豆大福専門店で買うことあんまないんですけど、初めて多分これ専門店だった気がする、調べた感じ。美味しくて美味しくて本当にびっくりした。同期余ってる人いないかな、またゆかり寝そうで。本当にそれな、さっき座椅子に座っちゃってさ、目つぶってたらさ本当にもう眠りかけた。危ない本当に。だから豆大福本当に美味しかった。で豆大福食べて、あとクッキーも食べてって感じですね。助けてください、さすがにやめるけど、さすがにやめるけどね。座椅子のプロ、嬉しい、嬉しくはないけど嬉しい。このまま寝落ち40分ぐらい寝れる。こういう疲れ、サッチは遠くから見ても可愛いな、本当にありがとう。今日実はサッチはだいたい山台の0番にいることが多かったんですけど、多かったっていうかほぼだね、か、いや0じゃない、あれが多い、山台の真ん中の位置のどこか。だから分かりやすかったんじゃないかなって思いますよ。クマしてたし、そう。あ、結構配信映ってたの？嬉しい。そう。振り入れ完璧？よかった。でもね、そう大変でしたね。あ、はい。いや、こんばんは。明日も、あ、明日会えるの嬉しい。みんな明日のはどうですか？山口公園前座、前座出演なんですよ明日は。サッチーたち3期生は前座出演なんですけど、4人で、
ちょっと待って。でさ、今日は公演に出演、コンサートに出演させていただいて、明日はあの前座なので、またそう違うさ感じだから来てほしいですね。にゃんにゃん。ちなみに山口県はあのサッチーのあの地元なんですね。実はこれは秘密にしてたんですけど、実は地元なんですよ。そう、俺の庭やから、ちょっと来てほしいよねそう、そうなあ、山口入り、ナイス。そう、極秘情報だけど、まあ今日みんな盛り上がってくれたし、まあ 言ってもいいかなって思ってちょっと言ってみた。でも一応極秘情報だからあんまり言っちゃダメだけど、そうだから今聞けた人は来てくださいそう、言って大丈夫。え、確かに。え、でもさ、こういうことを言ったらさ勘違いされそうじゃん。今来た人にからしたら、え、曽川咲さん何言ったのってなるからさ、あ、全然、私が山口県出身ですっていうことを秘密っていう設定のお遊びですからね。幸子が麺類好きなのか、え、なんで知っとるん、え、怖っ、え、なんで知っとるん、どこにも出してないんだけど。それも極秘ですそう、っていう遊びですね、っていう遊びです。毎日アイス食べてる、え、なんで知っとん、怖っていうな、うっさー、うっさー、うっさー。このさ、クマは本当に撮るのが大変そうですね。そう、極秘が多いんです。私はクマでーす。あ、ペンライトありがとう。ボールぶつけたの、え、そうそう、なんか、まあ、絶対無理なことは知ってたんだけど、私どうしても2階席に投げてみたくて、ボールが、そう、ボールをね、2階席、奇跡というののストーリーでね、あのサインボールを投げるんだけど、ボールをどうしても2階席に飛ばしてみたくて、ちょっと、まあ、絶対無理なのは知ってるんですけど、あの、まあ、ソフトボール投げ10メートルもいかない人なので、だから挑戦してみたんですね。だからもうめっちゃフォームかっこよくこうやって投げたんだけど、そしたら見事にあの宇都宮りねさんの肩に当たっちゃって、そう、ごめんなさい、そう、ごめんなさい。で、跳ね返って、私は森根さんに当ててしまったって事実にびっくりしちゃって、私はボールの行方を見てないんですけど、誰か取った方いますか、私そう、リネさんに当たっちゃったんです、ごめんなさい、ごめんなさい。そう、ねむねむにゃんこリネさん、客席飛んでないかもしれん、どう思う、キャッチできたのか、それともさ、コロコロコロ、でもコロコロコロって転がってもさ、最善の方がさ撮ってくださるかな。あのボールの行方見てないんですね。一部はキャッチしてくれたとこを見たから、そう、良かったんだけど、二部は見てないから分かんないんだよね。そう、え、スタッフさん食べたの、え、スタッフさん食べた、そういえばヒータンがゲ、何ゲって、何ゲって、ゲッ、ゲッツ、ゲッツ、そう、あ、おかえり、
そう、二階席どころか亀子席、え、そう、あのボール結構軽くてさ、そう飛ばなかった。一部は下から投げたんだけど、炭酸飲むとでやって、あーなんか話してたな。サチわかんない。ちょっとアイドルぶってみる。サチさんステッチありがとう。山口で欲しい。そう、軽くすぎてね飛ばんかった。でもさあんぐらいじゃないと危ないよね。飛ばそうとしたらさ、あの本当に野球ボールみたいな感じになるじゃん。でもさ、それが飛び回るって考えるとさ結構恐ろしいよね。だからあの軽さでちょうどいいんじゃないかな。そう、あ、ラケットいいね。確かに確かに確かに。誰だろう、ヒータンとか飛ばしてそう。ドッジボール選手ですから。そう、サッチーから爆裂来て、あ、嬉しい、よかった。メルカリに出品されるかな。しないで、その朝切って調べてメルカリに返ってきたら泣いちゃうよ、泣いちゃうよ。ちょ、首痛い。そう、さっきひーたんご機嫌だったよ。そうなの、いいことがあったんじゃない。そうそう、出品されてるのが見たらみんな買ってね。サッチーが見つける前に、サッチーが見つけて泣いちゃう前にみんなが買ってね。そう、みんなが買って、そう、泣いちゃうでしょ。 それは悲しいでしょ。サッチーさん、ちーちゃんありがとう。みんなが回収、そう、よろしくね。今日すぐ出品、そんな、それな、それな、メルカリ出品され5万とかついてた。ちょっと複雑な気持ちじゃない。え、5万ちょっと複雑な気持ちかも。そう、確かに。僕らは無謀な渡り鳥、 GP 揺らいじゃダメ、それな。5万、ちょっと頭めっちゃ痛い。でも可愛いから、クマ見て、ちょっとだけ出てるの可愛いでしょ。あ、なんか変になっちゃったから直そうと。これどうなってるんだろうね。サチの洗濯機の名前はスウェティスメルでございます。ぜひ覚えてください。夢はいつだって汗臭い、なんだ辛い時はずっと。ピンめっちゃ入ってる。これ近くで見たらどんなのだろう、気になるか。こえちゃん来てくれてありがとう。ほらやばい。でもクマが、あ、見てほら、待ち受けが上がってるでしょ、しっかり。ギリギリ、ゆちさんといっぱい写真撮ったんだ。そう、撮りません、ボサボサになるから撮りません。それね、自分撮れるかな、撮れなかったらみんな呼ぶねっていうのは嘘です。明日もこのまつげできるかな。右目がもう完璧、100点満点。明日髪の毛何にしようかな。あ、そういえば、そういえばあの髪の毛のリクエストが多かったような気がするな、気がするな。例えばそんなんでことがあったな。ちょ、首痛い。ショールームするとさ、コメント見たくなるからさ、
あのめっちゃ画面に寄っちゃってさ、首が前に出て痛いんだよね。アフロはしません。逆にどうします、私アフロ、アフロ出てきたら逆にいいんじゃない、なんか目立つして、目立つしさ、みんながびっくりして楽しんでくれるなら、ここはちゃんありですね。そうそう、スマホ首になるんですよ。確かに外線アフロはちょっときついですねアフロでも好き、本当に、じゃあ本当に好きちゃうからねっていうのは嘘で、首が痛いからこの壁に沿ってこう首をちゃんと一直線にしないと、そうなんです、スマホ首になっちゃうから。そうだよ、実は割と多くあるんだよ、そっちがこうめっちゃ前のめになっちゃうから。そう、あ、さっち明日も行くよって待ってるね。わかる、この距離感、グーでかいでしょ、結構距離ある。あ、その距離ね、コメントはね見えてるよ、やっほー。でもさ、自分がどんな感じ映ってるか見えないので見えません。あ、そっち飛んだ、そっち飛んだ。サッチ来てくれてありがとう、小学校。サッチ遠い？ちょっと待って、首が痛いんだよ首が痛くて。そう、明日は凱旋です、凱旋でございます。周南のところなんですけど、サッチ正座してないよ。確かにスマホ近づけたらいいんか。でもね、スマホが近いとね、こう覗き込んじゃう癖があるんだよね。覗き込んで首を前に出しちゃう癖があるから、それがちょっと嫌だからさ。ハロー、うん、かゆかゆ。周南のおすすめスポット、いいことを聞きますね。わー、割と駅のスタバとか駅の本屋がすごく好きだったんですよね、雰囲気が。初めて ST4T のツアーに行きました。嬉しい。一番可愛い方でした。キューさん、これからよろしくです。嬉しい、 ST4T のファンになってくれてありがとうちなみに私の名前は曽川咲です。 ST4T 3期生でございます。こんばんは。マイキューさんの Q かな私のことじゃなかったらどうしよう、気まずいけど、ありがとう。 ST1 の入ったみたい。そう、あとね、何があるかな、何があるか、あれが美味しいよね。割とね、駅の近くほんと何でもあって、そうで、ね、みんなが大好きなチェーン店も結構いっぱいあるから、ご飯には困らない気がするって感じかな。あと動物園熊さん部屋最高、あ、嬉しい。明日でも、明日どうしようかな、山口県といえばみたいな。いや、やっぱあれですかね、なんかみんなも知ってほしいみたいな言ってた気もするけど、ちょっと記憶は不確かなので言いませんけど、まあ、かわらそば絶対食べてね、約束だよ。そう、そう、言いません。なんで言わないかっていうと、あの、もし明日急に気分が変わった時に嘘ついちゃうことになるから、今へも。ツアー2日間お疲れ様、ありがとう。実は明日もあります。明日はでも前座出演ですね。今日さ、お差し入れでさ、これもらったんだけどさ、
めっちゃ美味しいからみんな見つけたかったよ。リンゴのグミ、なんかグミとゼリーの間みたいなお菓子なんですけど、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいです。そう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 。サチタンスチスチありがとう。目が乾燥しちゃった。さっち体力すごい。いやー私よりももう先輩方すごいですよね。さちたん弟、さちたん先生ありがとう。そうさっちさ、そう昨日と合わせたら昨日から数えて全部お見送りに出させていただいてるので、そう嬉しい。楽しんでねーって言って手を振り合うので、ぜひ見送り待ってます。お迎えの、お出迎えのさちたん会社、あ本当にそう言ってもらえると本当に嬉しいです。パーフェクトほんまに嬉しい、ほんまにそれほんまにお見送られ、お見送られもはじはじはじ初めて経験しましたね今日。明日前座撮影いっぱいだよ。明日前座撮影 OK だといいね。なんかもしかしたらさ、この土地土地によってできないとかあるのかなとかわかんないけど、そうもしあったらみんないっぱい撮ってね。サチカメ子さんお写真見るの大好きだから。今日のカメ子さんのお写真も、もしもしね、サッチーの川内瞬間を撮ってくださってる方がいたら、ぜひアップしていただけると X と X にすごく嬉しいです。見ます、検索してます。ハッシュタグカメ子 STU 投稿お願いします。ソガーサキもが映ってたら、まあ、ソガーサキもつけてくださると見つけやすいかなとは思いますね。そうお刺身、お刺身食に取りつかれとるけ。サッチ、サッチが撮影 OK って言ってくるの期待ね。撮影 OK だといいなね。え撮影 OK だといいね。愛媛とか神戸はダメっていうか撮影がやってなくて、愛媛と香川としかやってたんだよね。そうこんにちは、来てくれてありがとう。カミコスチスチ嬉しい。お出迎え最高だった。明日も来る。ありがとう。DD なのでうちでは4枚くらい買ってしまいました。まあ4枚。まあギリいいんじゃないですか。適当さち。4枚。え、でも、どういうこと4枚って。これ4枚持ってるってこと。じゃあお見送られ会のみ。あ、え、神戸とかでしょ？ん？あ、そうなの？愛媛とかもそうだった。今からうちは、え、うちは作って見たい見たい。うちはうちはありがとう。こんばん来てくれてありがとう。適当でした、ごめんね。こんばん来てくれてありがとう。あ、アメリカンダイナー買ってくれたの嬉しい。さっちまだ実物見てないからわかんないけど、お気に入りです。お疲れ様、来てくれてありがとう。お疲れ様。さっちさっちさっちありがとう。レディーガーガーガー、レディーガーガーガー、アイドルの夜明けが来た。あそこのココアさん本当に大好き、かわいい。あ、グッズオンラインでも買える、嬉しい。チェックしてね。メンバーの子ごとに忙しく、え、でもそう忙しく変えてる方よく見るよ忙しそうって思いながら見てる。そうね、衣装さめっちゃ短かったよね。可愛かった。チェックであれ一人一人さ形とか違くてさ、アクセも違くてさ、いいよね、可愛かった。
ちはそうね、髪の毛は簡単にほどける、ちょっとまだねやってないんですけど、めちゃくちゃピンついてるんだよね。ねえ、物販にも行けるといいね。神戸は行ったんですけど、物販行けるといいね。誰の声？誰？びっくりしたいもん。何かと思ったらカーテンのシワでした。サッチーが物販に行ったらみんなよろしく。ピンはどこにあるでしょう？正解はここです。あれ見えない。髪の毛が、今日暑かったんですか？お外はどうでした？私はあの外に、外というかあのとね、会場にいたので、そういう時ってやっぱりサッチーグッズは買わせる、買わせるというかおすすめしてるんですね。サッチーのグッズがありますよ。そういう感じですね。そう、あ、猛暑だったんだ。みんなありがとね、来てくれて本当に。3本、4本目です。4本目。さあ、私はこの配信が終わるまでにこっちでさえ、あ、待って、こっちでさえ、こっち、ん？こっちのピンを外せるのでしょうか。そう、クマさん部屋1、差し5を何本出てくる？6。7。ちょ、どうなったのこれ。8。ちょっと検証です。8は、これはね、9。これは眠たくなる前にやっといてよかった作業ですね。10、11。そうだよ、ぶら下げてるの。あっ、あー、できた、取れました。あ、嘘でした。12本ですかね。13。あ、13本だった。こんな感じです。かわいい、キュートな2本の三つ編みが出てきました。この毛は言いません。この毛は明日はもうここにしまい込みます。
え、嬉しい。ここがね、結構しっかり固まってる。ちょっとさ、ここは取れない、さすがに。ちょっとあのボンバーしちゃうので。このメイク落としたくないなってぐらい気で。え、あ、ちょっとこっち失敗してるんだよね。こっちはいい感じだよ、ほら。辛い時はずっと気がつかなかったけど、手に入れて初めて知る。届くんじゃなかったな。どうなってたんだ。こうか。センスな私。助けてみんな。これ小豆島エコーのさ、曲めっちゃ好きなんだよね。あ、見て、元通り。オーリーブレモン、オーリーブレモン。今日はまあ、あくびしました。みんな気づかなかったでしょ。オリーブタイム来ましたね。オリーブレモン、これどうなるんだろう。取れました。早く寝てね。ありがとう。ちょっとあくびを隠すときはこうです。そうだ、こうやってこうやる、こうやってあくびするとあー、バレるんですね。ちょっと急に眠くなってきちゃった。いてそうしてね、みんな。あと口開けずにあくびするのが本当は一番いいんですよね。こうやってあくびするっていうか。あ、ありがとう、こちらこそ。残念、もし寝落ちしてとしてもあと8分で終わっちゃうので見れませんでした。お家だと大きなお口を開けてあくびをします。今日は布団で。本当にそれな、今日はさすがにお布団で寝なきゃ。そう、サッチリクエスト、ありがとう。みんなお優しい言葉の真逆で眠くなれって、周りのおかげで来る人もいましたね。いいメッセよ。痛いって、顔が痛い。寝顔は見せません。寝ないので、サッチ。そう、布団に行かないとね。披露ってなんかパフォーマンスみたいな。あくび披露します。
布団でそう。お風呂でね、眠くなることよくある。お湯使ってなんかこうなってる時よかった。ちょっと顔隠すのは間に合わなかったので画面外であくびしてきました。一瞬のラップタイム。初恋はタフダイ。今日はステージで正座してましたね。見てましたか？あの時ちょっとさ、どういう足にすればいいか迷っちゃってさ、あのさ、正座にしたんだけどさ、正座弱くてさ、私足めちゃ足しびれちゃってさ、そうちょっとだけ崩したんだけど、そうあくびはしません。センターは緊張しました。はい、そうこんばんは、来てくれてありがとう。風にこんばんは、来てくれてありがとう。風に吹かれながらひらひらなでなで愛の重さ初めて。すごい険しい顔した今。毎日湯船にはね、毎日でも結構使えるようにしてますね。セイティーセブンめっちゃいい曲ってマイケルさんが話してる。嬉しい嬉しいって、私が作ったわけじゃないけど私が作ったみたいに感想を話しちゃったけど、今作ってないけど嬉しい。えですよ、いやだから私が作ったんじゃないのに、なんか私が作ったみたいなコメントしてる。めっちゃいい曲ですよね。わかります、自分が作詞作曲したみたいにさ、そう、いやありがとうございますって言っちゃった。そう、私愛のなんか愛の重さのさ、ティザーエイド MV のめっちゃ好きでめっちゃ見てる。実はめっちゃ見てます。あとさ、D メロかな、落ちサビかな、なんか感情がこう高まるところめっちゃ好き。なんか今度私は袖で見てたんですけど、先輩方の愛の重さを、マイキューさんの表現が好きすぎてもう入り込んじゃって、私もその表情とかが好きすぎてこういう顔で見てたっていう顔で見てた、多分めっちゃ好きです、好きです、めっちゃ好きです。あーもうこんな時間だ、こういう感じをっていう難しいよね。いい夢見てね、みんなもね。あ、58分になったら団長もさせていただきます。ということで13位おやじいさん、12位りょうちさん、11位せいくん、10位しころ人間さん、9位台湾のこうさん、8位とんさん、7位ほっしーさん、6位ギルスさん、5位鳥取太郎さん、4位ブルーさん、3位吉住さん、ありがとう。そして2位はのぶさん、ありがとう。そして1位はくまりパパさん、ありがとう。
すごくいい画角を見つけたかもしれん。ここがいいね。なんか足組む原因、足組んじゃいけんじゃん人って、足組む原因って骨盤ずれてるんだって。さっち結構足組んじゃうからさ気をつけないとっていう話。ということでミスさん本日も配信元気、やばい、あと50秒ぐらいか。ということで皆さん本日も配信見に来てくださって本当にありがとうございました。そして今日は7周年ツアー、あと広島2日目もありがとうございました。すごく楽しい、あ左こっちにね時計があるんですよ、あそこに、だからあっちを見てるんだ。ということで皆さんありがとうございました。そして明日は7周年ツアー山口の前座を出演させていただくので、いただきますので、ぜひ皆さん聞いてね。ということで待っております。ということで私は明日に備えてしっかり寝ようと思います。ピンもこちゃうぞさん。ということでみんなも明日頑張ろうね、来てね軽いということで待ってます。明日も頑張ろうね。そして今日も一日お疲れ様、そしてありがとう、ありがとうね。今日はクマサッチーでした。明日は何サッチーかお頼み耳、あ配信 できたらの話です。